はい、それではね、ヒットね、していこうと思います。僕ね、いつもこの天使ちゃんアバ、これずっと変えずに来たんですけど、ここ最近ね、このね、ゾッドの翼が出てきてね、ちょっとね、このサキュバス系サキュバス系のこの、あら、これお尻んとこの、お尻じゃなくて腰のアバター、これタコの黒いやつにしてあるんですけど、あら、あ、これか、タコの黒いやつにしてるんですけど、これね、かわいいっすよね、サキュバス系ね、よくないっすか。ちょっとね、これでね、やっていこうかな、たまにはたまにはちょっと変えてみようかな。まあね、結構ね、数戦やってたんですけど、まあ今からちょっと、またね、やっていこうと思います。まあ数戦なんですけどね。最後。あら、あと3戦ぐらいしかできねえかもしれない。あと3戦しかできないのかな。しかも非公開だな。熱を帯びたらね、すんごいラグるんですよね。さーて、女子部ノラのね、ちょっとね、黒い部分をね、ちょっと出していければいいんですけど黒い部分ね。さーて、誰も来ねえな誰も来ねえぞ。はい、おいで、はい、おいで。いやー、こういう魅力的な女性いいっすよね。サキュバスみたいな。サキュバスってよくわかんないですけどね。悪魔みたいなやつかな。ネルレストさん、最近入った方ですね。ヒューゴさん。最後もう一人いねえかな。はい、ネルレストさんと、ジャックミントね地蔵ね、はい、よろしくお願いします。シンプースタイルさんかな、シンプースタイルさんって呼べばいいのかな、ちょっとわかんないな。さあ、よろしくお願いします。いや、思ったより消化しとったな俺、まだされてね。ジャック、よかったな。
ジャック絶対死ぬとこやったよね今。さあ確実につなげていこう。はい、新風スタイルさんでいいのかな。はい、あざした。すごい、レジェンド総長って言いましたね。かっこいいな。これ、良くないですかこれ。サキューバスアバター。このね、SF の頭のとこ、角っぽくていいんですよね。はい、ネルレストさんと、キヌエニパンパンパンさん。これはなんだ、下ネタなのかな。タルタロスさんかな。はい、よろしくお願いします。最後タルタロスさんね、確かムチャタロスさん、ムチャタロスさんでしたっけ、のギルドですよね。うん、いや嬉しいですよね、頑張ってるとこが。あら、捕まっちゃった。はい、あざす。タルタロスさんかな。はい、あざした。あら。これラストかもしれないな。あ、本当に参戦しかできなかったな。いやー、こんなつもりじゃなかったんだけどな。いやー、マジか。結構熱くなってやりすぎましたね。まあね、新メンバー紹介も兼ねて、よかったのかな今回。ネルタレス、ネルレストさんかな。2000ぐらいしかしないですよねやっぱ。あら、こんなつもりじゃ全然なかったんだけどね本当に。いやー、まあいっか。まあいっか。うん、いやね、このサキュバス系いいっすよね。で、今の、なんだ、コラボの、あれ、なんて言うんだ。ん？コラボバディの、なんて言うんだ、そっち？そっちでしたっけ？違うな、パッチか。パッチでしたっけ？パッチやったかな？パッチ強いっすよね、あれ。あれ、あれ最強ですね。あれほんと強い。すべてぶっ壊してきましたね。結局、火力にもできるんですけど、結局防具3つつけれるんですよね。
です。だから最強に強いですね。はい、ポケカスさんと記念にパンパンパンさん。まあ今ログインボーナスであれ1体当たるみたいなんで、はい、ホット軍現在17位ですね。はい、ペチャパイさん。俺は大きい方が好きだな。大きい方っていうかね、なんて言うんだろう、大きい方、大きければいいってもんじゃないんですよね。俺は何を言って、俺は結構最低なこと言ってんな。はい、あざす。ペチャパイさんかな。はい、あざした。これ最後やっぱりこんなつもり本当になかったんですけど終わっちゃったな。まあせっかくならね、ギルドメンバーかな、ちょっと募集しよう。ギルドメンバーはね、今どんだけかな、秋2位かな、秋2位ありますね。またね、興味のある方、申請お願いいたします。今何が欲しいかな。まあ何でもいいんだけど、聞き入れなヒューゴーかな。まあね、迷うね。まあステック考慮して場所にしたいと思います。あとはまあね、これいいですよね、サキバス、これ良くないですか。すんげえ頭ひねって考えたんですよこれサキバス、これ絶対真似する人出てくると思うんですよね。いいっすよねこれね。まあね、これ使ってる時、僕は多分心がすさんでる時ですね今多分すさんでるのかもしれないまあね、まあ大型タイトルとかでいろいろ来て、まああれなんですけど、まあ僕はヒット一本でまだやってますね。まだ、これからも頑張っていこうと思います。まあちょっとギルド戦ね、結構ねできると思ったんですけど、できなかったですね。まあしゃあないよね。まあ なんだろうな、本当にこんなつもりじゃなかったんで、どうせならアバターガチャでも引いてみっかせっかくなら。あ、パックね、このパック、こいつがね壮絶強いんですよ。こいつ狙いでちょっと今ジェムの関係でね、
11連しかできないんですけど、うん、まあちょっとねギルド戦があまりにも早く終わってしまったんで、どうせならちょっと引こうかな。これパック来たらすごいですよね。まあ来ないでしょうけど、だいぶ渋いみたいですね。ああこれはもう真ん中確定ですね。トリプルエース割と期待していいのかな。ああミコトか、ことも強いんですけどね、やっぱパックですよね。まあ11連の割には割といい引きやったかな割といい引き、うん、まあね、まあねちょっとねどうせなら引いちゃおうと思ってどうせならねちょっとねパック狙いでちょっとやってみようかな。まあどんだけ渋いのかまあ何年だろうな、100年ぐらいにしとこうかな。100年とりあえず、とりあえず100年ぐらいにしとこう。ちょっとねなんで追加で引こうかなと思ったっていうと、ちょっとね引きが割と良かったんで、うん大丈夫かなちょっと不安になってきたな。マジかい、ペンギンじゃないっしょそこ、頑張れ2体って感じなんですけどね、2体も取れんかな。100年で甘いんすよね多分ね。おめえばっかやなマジで。でマジか、ペンギンいらねえわ。うん絶対出ねえしね。ああフリントもねいらないね。最悪ですね寒気するぐらい最悪ですね。あーマジか、いやー出てくれんか、パック欲しいな、クリパックはいらないな、またフリントか、クリパックいらないんだよな。パック1体なんですけどね、ちょ待てよ、やばいな、パックでねえかな、パックが欲しすぎるんですけどね。やばい、マジか、そんなうまいこといかないか、マジか、あいやーひでえなー、あと44連いっちゃおうかここまで来たらね、どうしたならね欲しいっすよね。パックね、まさか一体も出ないのかな。これ出ないっしょ、
まあ残り残り11例いやー出んかったな、出んのか。いやこれへこむな、サキュバスとかじゃねえわ。いやほんとかいね、ほんとか。まあ放心状態で、あざした。